試合に先立ちまして、両チームのメンバーを紹介します。はじめに、アウェーチーム、FC 刈谷、スターティングメンバー、ゴールキーパー、背番号21、小島拓也、ディフェンダー、背番号17、清水雅人、背番号2、大島良介、背番号4、佐々木ひろき、背番号15、小山朱里、ミッドフィルダー、背番号25、石坂亮斗、背番号20、田中翔真、背番号8、斉藤正幸、背番号10、尾崎亮、背番号11、大友千尋、フォワード、背番号9、鈴木直人、以上の11名です。次にリザーブメンバー、ゴールキーパー背番号51、上田雄太郎、ディフェンダー背番号22、米澤哲也、背番号24、竹下智也、ミッドフィルダー背番号5、飯塚修斗、背番号13、馬場拓海、背番号14、木下海斗、背番号18、向井颯、以上7名です。続きまして藤枝市役所サッカー部スターティングメンバー、ゴールキーパー背番号18、田中優、ディフェンダー背番号14、曽根大和、背番号4、長澤勇気、背番号3、山口杏治、背番号20、野中康平、ミッドフィルダー背番号6、渡辺康平、背番号15、谷尾隆弘、背番号16、鈴木大成、背番号12、栗山克也、背番号19、大石元気、フォワード背番号10、秋田健吾、以上の11名です。次にリザーブメンバー、ゴールキーパー背番号1、鈴木亮平、ディフェンダー背番号17、秋田雄介、背番号25、鈴木壮太郎、背番号26、安藤博和、ミッドフィルダー背番号5、田代優也、フォワード背番号23、中村小次郎、背番号22、中島慎吾、以上の7名です。続きまして審判団の紹介です。主審松本翔太、副審鈴木龍太、田中健三郎、第4の審判員増田浩二、以上の4名です。